こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。リフォナビブラザーズこと、まえちゃんです。どっちですか？ブラザーズ？まえちゃん？はい。今日はいかほどに。ここに、すいません、マリオさんいらっしゃるんですけど、はい、ここあるじゃないですか、これ。はい。これ別に素通りしてもいいんですけど、はい、結構壊していくとスッキリするなと思って。壊します？壊しましょうよ。壊しましょうよ。撤去、解放感。もう、これ言ったら、あ、それね。なるほど。そういうことか。やっぱり、みんな本当は壊したいんじゃないんですか？これ。はい。マンションリフォーム、釣り戸棚なくすと、いや、もう、やっぱ心配でっていう方、もうこれずっと刷り込みでどんどん見ていくと、撤去がやっぱりもうどんどん増えてますね。今から4ヶ月前、昔のキッチン、もうね、なんか4ヶ月経つと、このキッチン今使ってないで、新しいキッチンになったらもう昔のキッチンっていう感覚ですよね。忘れちゃう。ごちゃごちゃ、サンウェブのキッチンだったんですけど、確かに。でも、こんなもんですよね。レンジフードの横にあるタイルのところ、あそこパイプスペースですね。で、水切りかごもいっぱい。そして開口部にも物がいっぱい。まな板も、そしてコンロ周りもこんな状態、すっきりさせたい。そして、キッチンの背面は、34年前の嫁入り道具の食器棚が懐かしい。懐かしい。まあ今から見ればね、すっきりしたんでしょうね。ガラスのところにああいうふうに何かこう、布をつける。これもやっぱり中がね、ごちゃごちゃ見えてね、昔はそんな気にならなかったけど、今、こういうの、もうニトリの家具でも中見えなくなって、こういう逆に懐かしい水屋っていう感じじゃないでしょうか。奥のところも家電とかごちゃごちゃしてますよね。通路を圧迫する、この家電置き場、このスチールラックなんかのところにね、どうしても家電こういうのを置いてますけれども、さらに上のところを見ると、季節用品なんかも上のところ、タジン鍋とかこういう鍋類置いてあったり、電子レンジがあってあったり、なんか取ってつけたようなごちゃごちゃつくけど、整理をとにかく、させたいって思うんじゃないですか。まいちゃんいかがですかね。これもうあるあるで、山さんもこういう形で使ってたんですか、以前。そうですね。もう、リフォーム現地調査行くと、こういうご自宅がほとんど。はい。で、やっぱり皆さん、リフォームをきっかけに収納を何とかしたいっていう方、本当多いですよね。ここの家電のワゴンなんてまさにですよね。これみんな、したくてしてるわけじゃなくて、家電増えちゃって、でも、食器棚はこういう開きになってるのよ。で、リフォームすることになって、施工前日の夜、いろんなものを片付けました。断捨離も大変でした。リビングからのキッチン。リフォーム現場行くと、一日、なくなりましたね、奥さんって。そんな感じの、この、床の、地肌が見えてくる、そんなお宅もあります。キッチン前からリビング、お気に入りカーテン、かわいいこのカーテン、後で後ほどもう一回出てきますからね。施工開始日、朝、リビングから和室を見ると、こんな形、和室も、そして電話台、この、収納、この辺どうなってるか、ちょっと上の空間なんか後出てきますから、チェックポイント。リビングからのキッチン、釣り戸棚ありで狭い。これ圧迫感あるんですよね。これがなくなるだけで全然違う。よく言われるのが、針があるから変わらないですよっていう日本業者さんいますけど、変わります。山さんのところも全くこれ、後で見ていただきましょう。針あっても関係ない。ビフォーアフターどうなった？ドン。おお。ね、お部屋一体感になるでしょ？いや、すごい開放感出て、明るくなりましたね。まいちゃん、この、なんかチェックポイントありますよ。この写真1枚で。いや、ちょっともういろいろありすぎてですね。まず床材が幅の広い床材、木目も美しいですし、家具もデザインいいですよね。湾曲した家具と、あとは照明もおしゃれですし、アクセントクロスの、ライムグリーンもすごくおしゃれだと思います。はい。ね、この辺と色の調和がありますよね。残したものとか、残す、ところ、買い替えたもの、いろいろチェックしていきましょう。まずは、まいちゃん、その通り、山さんも思いました。この幅広のおしゃれな、なんていうんですかね、今風ですね、カフェのような床材。そしてその家具も合ってますよね、この感じ。はい、おしゃれです。釣り戸がなくなり、かなりの開放感。まあ、ちょっとこう、後ろの圧縮っぽい感じの、なんかこう、食器棚のところも、床材とのもなんか雰囲気合ってますし、横のタイルのクロスなんかもいいなって、グリーンの色使い。ねえ、やっぱ一列に
すっきりされてますね。素晴らしい。タイル&タイル超クロス。この辺、パネルをここに使って、タイルをここですね。はい。あ、いいですね。このクロスの、タイル調のグリーンとアッシュの木目と、その色のトーンがちゃんと合わさってて、違和感なくコーディネートできてますよね。で、グリーンがね、いろんなところに入ったり、そういったところも、やっぱりこれ色のバランス、とても上手で、キッチンが明るく広くなった、色のバランスがいいなっていうのが、山さんの印象ですよね。レンジフードもね、はい、細かいところですけれども、これ、扉面材タイプにして、カップボードのところと、下台キッチンと、色がちゃんと合わせてあります。おそろです。素晴らしいじゃないですか。で、照明見ていきましょうよ。ダウンライト&スポットライトで照明も新しく。で、ゴミ箱は、この食器棚のところに入れるとね、やっぱ収納が少なくなるということで、こういった形のゴミ箱を置きました。え、じゃあ、食器棚じゃなくて、キッチンのコンロ引き出しとか、こう開けるとき邪魔かなと思ったらね、ここにパイプスペースあるから、ちょっと逃げてるわけですよ。当たらない。で、まあ距離もそれなりにあって、まあ十分かなという感じですね。キッチンカップボードは、とうとう見て、光のキッチンに憧れ、当初は、とうとうクラスト上級グレードだったんですね。家全体の3分の2、内窓全11箇所の施工。ああ、それはなかなかかかりますね。全体の予算からキッチンの配分を下げることになりましたが、とうとう見てだと値引き率、割引率も高いため、コスパも大変良くて、今では大満足。これで日程はね、収納がとっても一番最初、クラスト出る前にこの収納をこの2段の引き出しにしたのは日程が先なんですよ、クラストより。クラストが出る前に見て。ということで、この引き出し、ちょい開けをすると、この部分が収納になる。こちら、背の高いボトルも立てたまま。だから、動かなくていい。コンロに立ったままちょっと取り出せる。この辺の取り出しの工夫なんかも考えたり、コンロ下のところも2段にして、浅型と下の深型っていうふうに分けていたり、つい、さっと手が届く。この辺の設計がいいんですよね。この横にいながら、本当に料理するときに、あ、ここが欲しいって言ったところ。そしてコンロ、鍋やフライパンもさっとかがまず取り出せる。これもいいんじゃないですか。山さん好きなのね、へこみ収納ってへこみの下のところに手入れるかっていう話なんですよ。それだったら上のところにしてあげてね。それこそ上の上段のところの内引き出し、この辺のバランスがいいし、ここにある程度高さのものも入る。この辺、へこみ高さが他社と違って6センチ低い設定にしているんですが、これがあることによって実はさらに工夫されているのはここ、手前配管。マンションなんかでは直管で真下にあって、ここが開き扉にしないといけないとかいうことがあったり、へこみ収納が全然使えないみたいなことがあるんですが、まいちゃんこれ、なんかもう想定してるって感じでしょ？そうですね。これあるととっても助かるんですよね、現場の方は。事前にね、プランニングできるといいですよね、こういったもの。はい。さらに昔の配管の場合は、さっきパイプスペースみたいなのありましたけど、横の壁にね、まっすぐズドーンとガス管が逃げていたりして、こんなところに普通ないんですよってね、1年に1、2回リフォームやってると、こういうケースが出てきて、って急に5センチくらいかさ上げなんで、いや、ここはさすがに、移動できないよみたいなことって、前ちゃんこれもありましたよね。はい。よくあるんで、ちょっと現場に急行したりすることもありましたよね。うん。それも6センチあったら逃げれるじゃないですか。そういう横引きのね、スドーンと手前に来てる。この配管のこの部分だけじゃなくてね、とうとう見て、こんな形で、おしゃれに、コスパもいい。キッチンの床はフロアタイル、お掃除、楽々です。キッチンからリビングを見ましたよ。なんか綺麗に、おしゃれに、注目しましょう。カーテン、ラグ、家具、グリーン。まいちゃんいかがですか、こちら。いやー素晴らしいですね。このラグもまた、このちょっとなんとか調っていうのは忘れちゃったんですけど、これもちょっと流行りのラグで、はい、厚みのあって温かみのあるこのコーディネートにすごく合うのと、カーテンもまたアクセント持ってきてて、柄物、ここまで柄物がしっかりあってグリーンと合ってますよね。それぞれの色を拾ってますよね。アクセントのクロスのグリーンであったり、この暖色系カーテンと合わせていたり、それぞれの中にグリーンがまた入っていたり、なんかこの辺はかなりお上手だなと思います。和室も一緒にこんな感じ。ロールスクリーンがここに入れているので、オープンスペースとして普段着ながら、奥のところを隠したいときは、さーっと仕切ることによって、ここでお休みされる方なんてもお客さん来たらいいんじゃないでしょうか。電話台な、こちらの方が、もともとですね、上の空間あるじゃないですか、この収納の部分。で、はい、この空間を、ほら、棚を設置してデッドスペースから。いいですね。収納が増えて、
釣り糸なくした分、いろんなところに収納を増やすのもいいですよね。はい。こんな形で釣り戸棚撤去したので、キッチンといえ。リビングダイニング一体になったくつろぎの空間がさらに明るく。では、アンケート見ていきましょう。築24年マンション。前のキッチンはサンウェーブ。お風呂洗面は TOTO。今回トイレは10年前に TOTO をタンクレスに変えていたのと、まだ故障など不具合もないので、トイレはそのままで。ショールーム巡りで TOTO へ。当初ショールームはどこを回り、なぜそのメーカーに。TOTO、タカラ、リクシルの順に、初めは見積書をお願いした業者と私のみで。その後、夫も、旦那さんとも一緒ですね。見学を希望し、一緒に行くとなり、TOTO は近くと出かけた、ついでに、福岡や久留米と商品の確認合わせて別に2回も、その後私がクラッソやお風呂のホッカラリーか希望するのが全て TOTO 制となり、オール TOTO と決めた後にはもう一度夫と近くのショールームに行き、担当の方には大変お世話になりました。まあ、じゃあなんか、オール TOTO、もう TOTO 好きっていう方はこういう感じですよね。もうオール TOTO。なんですかね、家電っていうと、やっぱりソニーだと安心するみたいなのがちょっとあったりという一緒で、やっぱり水回り TOTO っていうと、なんかちょっとブランドなイメージですよね。はい。安心の TOTO。安心。業者選びは、コムデンさんはどのように決定しましたか？結果的にはショールームからのご紹介。当初、紹介はなかなかいただけなく、そう、とうとうね、やっぱり責任という意味で言うと、じゃあその基準はみたいなところあるんで、なかなかこういう形で、ここですとはならない。隅々子供の大親友が、何々子供？TOTO 勤務で相談受けてもらい。なるほど。TOTO 勤務で相談受けてもらい。そこからの、内情つてがつながり、地区で一番対応がいいと、業者さんを、ご紹介いただきました。なるほど。そういう感じであったんですね。業者のポイントは、コムデさんの決め手は何ですか？対応の良さ、見積もり書が一番早く、より丁寧で分かりやすい。また私たちの要望を一番よく聞き入れていただけ、私の印象も、第一印象も良かった。まあ、第一印象大切ですよね。この担当者さんならその後も長いお付き合いができると思えたので、こちらでお願いいたしました。いや、もう、バッチリじゃないですか。素晴らしい。一番のこだわったポイントは、全体的に物を減らして断捨離ですね。明るくスッキリとお掃除が楽な生活に、今後の生活をより楽しめるようにを意識しました。キッチンはクラッソが密偵になりましたが、このマンションを購入し住み始めた当初からシーガルフォー浄水器ですね。シーガルフォーという浄水器を、つけていたので、蛇口は変えて本体は現行のまま使用。なるほど。蛇口だけシーガルフォーの新しいやつにしたということですね。またリビングはとにかく余り物を置かず、広々すっきりした、すっきりと暮らしたい。まあ、まさに壁撤去はそうでしょう。またカーテン生地と上部のカーテンレールの木枠は現行を使用。レースや和室はいずれ変更予定。なるほど。で、アクセントも、あまり派手ではないが、リビング、玄関と色味を変化させたところです。だから色味きれいに舞ちゃん合ってるんですね。はい。先ほど、キッチンのね、横、タイル調のクロスも、梁のところまでちょっとね、張り伸ばしてたりとかですね、なかなか色使いとか、こだわりが随所に見られますよね。そうですよね。後でまあ動画見直してもらったら、この横のところ、パネルちゃんとね、パイプスペースのところをこう折り返して、そして横のところ油跳ね。だけど上のところは、そのちゃんとレンガ調の方を使ってるって、このパネル&クロスっていうのが、あのあたりのなんか一つの最近のリホナビが視聴者さん見てるトレンドだなと思って、山さんもチェックしてるんですが、バージョンアップしたこと。今回の商品で特にバージョンアップしたところは、このリフォームがきっかけで、ダイニングテーブル、よかったですね。おしゃれになってましたね。椅子や、おしゃれでした、あの椅子も。カーペット、ラグですね。お気に入りのものを、探そうと、夫と休日に出かけて、奮発してお迎えしました。マジでここですよね。やっぱり、カーテンとかラグとか家具が全部調和して、グリーンがあってこその、すべて最後合うんですよね。やっぱりお値段ね、いろいろリフォームだけでもかかるんですけども、リフォームをきっかけに、ずっと使ってた家具もやっぱり変えると、本当に生まれ変わったようで、空間がとてもスッキリして、新しい世界になりますよね。ラグもポイントでしたよね。完成して気づいたこと。リフォーム完成して気づいたことを他の方に向け、アドバイス何かありますか？後悔することはほぼありません。やはり業者さんとの出会い、そうですよね。納得できるまで夫と話し、業者さんにもいろいろお尋ねして話すことですね。それは大切です。
また、山さんにも洗面所の、横壁との隙間が空いていると、こちらに投稿したら、ネットに上がって YouTube ね、関係したバックアップ材素材を入れてとの山さんからの回答で、業者さんにも相談しましたら、山さんと同じ回答をもらい、早速手直していただき、綺麗に快適に使っています。ああ、いいじゃないですか。最後に一言。本当リフォームしてよかったです。今年のお正月には今の生活を想像できませんでしたが、3月からやっぱり行動を起こしてと動き始めて、よかったと何より思います。必ずできる。本当ですね。リフォーダビと出会えて本当によかったです。令和5年は、私や夫にとって断捨離で大変お疲れ様でしたが、万々歳。いやー、こうやってね、物をなくしてね、リフォームすると大変なんですけど、まあ、じゃあ気分変わりますよね。本当。はい、これからのね、長い、例えば、一番多いのがね、子供が巣立った後に、次の住処でっていうところで、ただなかなかこう、物も増えてて、断捨離も大変そうだからって言って、ちょっといつかリフォームしたいなって方いらっしゃると思うんですけど、いつかやるんだったら、今やった方が、これから長い人生ね、素敵な空間が、時間が長いですから、早くやった方がいいかなとは思いますね。はい。いやー、どうしよっかな。いえいえ。今日が一番若い。これですよね。行動するには、やはり体が動くうち、今、今日が一番若い。これが大切なんじゃないでしょうか。オフ会参加したい。平日 OK。オフ会も参加したいんですが、いや、ぜひぜひ参加してほしい。ね、この辺のシェアしてくださいよ。土日祝日に仕事の職についているため、なかなか参加できないのが唯一残念です。まあ、じゃあこれだから、亀田さん来ていつも日曜日にしようけど、平日やりましょうか。はい。平日でも全然大丈夫ですよ。平日に企画しましょう。はい、まだ内窓があと4箇所のみ。来週施工になりますが、本当に良かったです。感謝。平日できる人、山さんに、ゴールド会の方、平日参加したい。ね、日にち合うか分かんないけど、いただければ、とってもそういった、ところに、実現したいなと思います。お会おすすめです。リフォームした人、まさにこういった内容を生の声聞くのもいいですよね。この、普通に写真だけじゃなくて。同じ悩み検討中。それ私も聞きたかった。誰かの質問があなたのアイデア気づきになります。YouTube では言えない話、バンバン言っております。個別アドバイスでお部屋に分かれてブレイクアウトセッションタイム、どんな話が聞けるやら、ぜひ楽しみに参加してみてください。いやー、よかったなー、こちらの内容。LINE 登録で適当にプレゼント発信してますよ。ぜひ山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね。リフォダビとは、リフォダビ友の会 LINE サービスです。リフォダビ教室コンテンツ1300日々集まるリアルな声、ライブラリー、800本動画ブログ形式にしてます。さらに、皆さんからの、それこそ、早く、行動壁、撤去、撤去、こんな内容、アドバイス、いろいろしておりますんで、リフォナビラジオでもシェアしております。LINE 限定、ゴールド会員、こちらの方をぜひチェックしてみてください。LINE 登録で、まずは、こちら、コメント欄の方にも、こちらの方、URL、チェック、入れていただければ、こちらの QR コード、どちらでも大丈夫です。はい、まいちゃん、今日お届けしたのは、はい、とうとう見ても、普及キッチンっていうか、ラクエラ、リフィット、いろいろありますけど、この辺見てはいかがでしょうか。やっぱり収納のね、高さ、均等割り、そしてコンロ線の引き出し、あの辺が、他のメーカーとちょっと違って使い勝手いいな、というふうに思います。うん、そうですね。お値段も、かなり、お優しいですし、ただ、それでも使いやすさとおしゃれ、やっぱりコンパクト、おしゃれですよね、見て。意外とクラスと目立ちがちですけど、実は見てもかなりおしゃれなんだよっていうのを、ビフォーアフター見れてよかったですね。これもね、ショールーム行くとね、見て、いつものやつですよ。見て、買われたら困るから、見て1台にして、あと全部クラッソにして、クラッソとの見てのさ、やっぱりこっちとこっちだったらと思うんですけど、ショールームの展示は、あえてその展示ですよ。もう本当におしゃれなキッチン、この動画で見る方がよっぽど参考になる。本当のイメージはここに答えがある。そんなところで見ては、ご参考にされてはいかがでしょうか。はい。では行きたいと思います。せーの。必ず、できる。てらっしゃい。とうとう見てありですね。素敵。シーガルフォームをつけてましたね。